泥の中で元気よく遊ぶ子どもたち。挑戦したのは田植えです。高知市の芸術学園幼稚園と桜井幼稚園では毎年この時期に園児たちが田植えをしています。今日は年長組の95人が大人たちに教わりながら950平方メートルの田んぼに日の光の苗を一つ一つ丁寧に植えていきました。おお、上手。カエルがおるかやけんの。カエルもおる。田植えは食育の一環として13年前から続いていて無農薬で栽培しています。大きいとこが楽しかった。なんかぬるくて気持ち悪いような気がする。ネバネバしたら。ネバネバしてる。うん、すごくネバネバ。ゴミを出るね。子供たちは慣れない泥の感覚に驚きながらも田植えを楽しんでいました。楽しかった。楽しかった。まだ考えてない。今日植えた稲は9月下旬に刈り取る予定で、収穫した米は幼稚園の給食になります。